西成浩二ですわ。えらい工事部長が怒っておりましたな。玉はこれで目ん玉見えまへんやろ。嘘つきだらけや言うて2時間ほど前の動画で怒っておりましたな。最初は怒らんつもりやったんやろうけど、だんだん興奮してきて、あの人はあの人の上に怒り爆発させたと。まあ最後は自分取り戻しはったけど、えらい興奮して怒っとったでやけど、当たり前や、な怒って当たり前や。嘘つきは安倍の始まり、当たり前な、これな、怒る、ほら怒るわんだけ嘘言うたら、領収書のことでしたろ、なんや、桜を見る会でっか、あれの、ほら、怒って当たり前、んなもん。もう、塾長はもうな、ほんま、もう最後、カミカミになって怒ったったな、1万本から、動画上げてある人がやで、あんなカミカミになること、な、まあ、麻生太郎のことも言うだって、やるかよかったったー。自作自演でボケとか取るわけで、俺のこと言われてんの、わしのこと言われんのかな、で一瞬ドキしたから、んなもん。ほんま。やけどあれや、最後は、な、自分取り戻して、なんちゅうの、いつもの優しい熟女班の苦情になってはったけど、だいぶあれ、頭に来てはっと、怒ってはんと、結局、嘘つきだらけやちゅうてな、もうやっぱり、久保熟女班、もうあの人が政権握ってやな、ほんで、もう日本のこの政治を司る総理大臣に、出しゃなってほしいなぁ。みんなそう思えんなぁ。あし、そう思うけどなぁ。あしは柄悪すぎてなぁ。特化塾っていうのを入らしてもらわれへんけどな。おい、もう生まれつきやでしゃねん。まあ、生まれつき言うこともないけど、赤ちゃんの時からこんなん、こんなんやったらびっくりするわなぁ。ほんま、赤ちゃんの時からあんな、ギャー生まれてきりゃな、お母ちゃんの血吸うてる間からこんなんやってや。考えたらおもろいやけど。な、そんな腹立てたらあかん。昨日わしも腹立ってな、もう血管プチ切るのやっとったけどな、あれ。まあ、あの、わしの勘違いやったんか？どっからもその話が出てけへんやな。俺、ビアンって速報がこのスマートフォンのとこにビアンって出てきたの。後からニュース検索したけど、そんなこと一切出てけんが。わし薄すぎなってまうな、勘違いか。わからんよ。なあ、そういうことでな。もう、これでもちょっともう、ガラをしていかなあかんけど。ほんな、もうこれが精一杯。これだいぶも上品や、今日。な、ね、かあ、あいつあかんもん。ダウン。な、何がダウンって。チャンネル登録者、5人減ってる。俺でダウンしとんねん、もう、気弱いで。チャンネル登録者を、って、なんか言うとったな。チャンネル、ね、なんか言うとったぞ。横で聞いとったけど、チャンネル登録お願いしますっていうのは私は言いません。なんかそんな青みたいなの。お前チャンネル登録お前欲しいやん。それ本音やろうがや。なあ。ええかっかりさらしやがって、ほんまからも。ほんま、たまくんとあいつも嘘ついちゃうか、ほんま。わしも悪くなってきたわ、これ。興奮してきたら、まただんだん、ガラッとなって、まあ、おとなしいな、と思って、しとんのにな、人に、お前、
せたものはみたいな話しとって、なあ、あんないかつい飲んで、こんないかつい飲んで、お前ほんま説得力なんやな。ちょっと私もやっぱりこう中女半ぐらい人を説得できる力をほやな身につけなあかんな。あ、そういうことで目ん玉見えへんようにサングラスの上からこのやつ見つけてきてや。川原が貸してくれてる部屋に置いてあったわ。これこんなやつ、こんなやつ、目ん玉見えたらかっこ悪いから、卵はんに言われまんねや。あの川原のお客さん、このチャンネル登録してくれてある人な、卵はんに言うていてはりまんねんけど、目ん玉見えるでちゅうて一回指摘受けとるから、あいつ、あ、ちゃうわな、うち指摘受けてんのわしやん。わしやんかい、指摘受けてんの。もう、やばい、もう、わしも、もう、わけわからんなってきたもん、これ。えらいこっちゃ。あ、ちょっと勉強しなか、ほんま。ほな、次の動画で会いまよ。おおきに。